こんにちは、ジャンゴです。今回はバキーキングオブソウル動画撮ろうと思います。ということで、バキーキングオブソウルリリース記念個人大会の2日目なんですが、まあ相手がねちょっと格上っぽくて、相手視点から見た時の戦績がね丸×丸ということで負け越してるんですよね、俺の方が。なのでまあこっち側からもね挑んでいきたいんですが、ちょっとその前にまあさっきね年度末無料ガチャっていうのを引いたんで、ちょっとね編成を変えようかなという話をまずしたいと思っていて、まあ今ねデッキ総合力3万7000ぐらいなんですが、さっきのガチャでねドッポを引いたんですよね。ドッポこちら、オロチドッポ技タイプの、星5ですね。体力がね2021、攻撃力307の素早さ150という形で、技はね聖剣好き、味方1体攻撃力を上げて、さらに敵ランダム2体に技ダメ、風魔殺は、味方全員の攻撃力を上げて、さらに敵ランダム3体に、技属性ダメージというような、ドッポなんですが、入れ替えるとしたらね誰と入れ替えようかなっていう風になった時に、ドイルとねスペックは、ドイルとスペックはね、被ってるから、交換したくないよと。花山もね、今回被ったので、そこもね、変えたくないなと。なると、入れ替えるとしたらね、ドリアンかレツさんなんですが、まあ、キャラ的にはね、レツの方が好きなんだけど、ただ、ドリアンはね、こんな感じの強さをしていて、素早さ遅いけど攻撃も体力も高いよという形で、さらにね皮膚気がね、敵一体技属性ダメージを与えて、さらに自分の HP 回復するよということで、回復しながら攻撃してくれるというのが結構優秀なので、まあちょっと抜きがたいかなと思っていて、ってことはね入れ替えるとしたらレツさんしかいないんだが、レツ対応ね見てもらうと分かるんだけど体力がすげえ低いんだよ。ドッポが2000いくつだったでしょう、2200とかだったのに、1000ちょっとしかないっていう、1027。ただ攻撃力はね600超えてるよということで、火力はあるんだけど、結構ね何もせずに倒されてることが多いということで、攻撃ねできれば列は結構強いんだけど、ちょっと攻撃前に倒されることが対人戦だと多いので、ここをねちょっとドッポに変えて戦ってみようかなと思います。例えばシコルスキーもいたな。あ、シコルスキーも悩ましいね。だから属性がね違うっていうところもあるから、まあ力、ああそうか、まあでもちょっと今回は列をねドッポに変えてこのチームでね戦ってみようかなと思います。あ、ちょっと待って、雷帯祭始まっちゃった。さっきまでねちょっと隣の力っていうドラマを見てたので、急いでね、動画を撮り始めたところなんですが、日付変わっちゃうとね、大会がちょっと終わっちゃうので、とりあえず、雷帯祭はね、一発殴って、大会の方を見ていきたいと思います。はい。こんな感じでね。じゃあ、あ、そっか、スペックが一番上に来ちゃったのか。ちょっと待って。いや、別にね、どうでも、めっちゃいいんだけど、順番はね。じゃあそうね、ドッポ先頭にしようか。あんまりこれ別に順番は本当関係ないとは思うんだけど、まあただホーム画面のね最初が、あれドイルだ、なんでだ、あれ入れ替えたら変わるんじゃなかったっけ、変わらないな。まあいいや。じゃあ、個人大会の方ねやっていこうと思います。あ、ちょっと待って、これも、お弁当箱だけね開け始めておこう。さあ行きましょう。相手がねちょっと見てみると、41,300 あるんだよね総合力が。なので俺よりね4,000ぐらい格上なんですが、どうなることやらという感じでやっていきましょう。ちょっと待った。何度もすまんな。少しでもね、やっぱ、できる限りの強化をしておきたいと思うので、そうね、バキ飯は、あ、4枚しかないとちょっと上がらないな。
レベルは上げれないかな、あの主人公の。せめてね、少しでも強くして挑みたい。あーダメか上がんないんか、しょうがないな。ちょっと100、これね、できればねガチャに使いたいから今までやってなかったんだけど、少しでも強くするために一回これ回してみよっか。はい、ということでこれでね少し主人公強化できるよね。はい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 。さらに、こっちもね上がるかな、あれを回せばと思ったけど上がらないか。あ、でもこれならさっきのバキ飯4個で上がるんじゃない？さあなんとか少しでも強化して挑んでいきましょう。おお、ギリギリ。はい、オッケー。じゃあ今度こそね行きましょう。まあ、ジャックハンマーっぽい人さあ、勝ちたいね。あ、でもレッツさんの方が総合力上になるんだ。まあまあまあ、でもこれで挑んでみましょう。いきます、頼む、勝ってくれ。さあ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 、どうだ。いやー、ちょっと花山一発で落ちる。これは厳しいか。あー、でも相手のレッツさん落とした。ドリアンがやられたの痛いな。さあちょっと待って、頑張ってくれ。あーっと、あー、これやっぱ相手のが強いか。うわ、まだでも2人残ってる。あーっと、相手のドリアンが動いた。そっかー、これは厳しいね。お、よしよし、二人の、お、ちょっと待って、まだわかんないんじゃない？さあ、あー、ダメか。回復が入って、しかも2対1。ちょっと、これは無理か？厳しいか？どうだ？あー、回復、惜しい！さあ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 、どうだどうだ？危ない！お、まだわかんない。あっと、ちょっと待ってくれ。勝てない勝てない。あー、決着がつきませんでした。あ、マジか。え、これどうなるんだ、ドロー。あ、そうか、ドロー。え、これどうだちょっとわかんないな。ちょっともう一回このまま挑んでみますか。行きましょう。さあ、勝ってほしい。次頼む。全ドローだとどうなるんだろう。さあ、相手の攻撃からだが、おっと、ドイル。待て待て待て、どうなる。さあ、相手のがちょっと強いか、やっぱり強いよな。あ、でも今度は千春をさ、早々に落とした。回復はしないけど、ちょっとレッツさんやめて。あ、これまずいな。おっと、ちょっと待て待て待て、中国拳法で落とした。あー、しかしこれは厳しい。ダメだ、花山持った。今度はやられたっぽいな。これはちょっと無理。ダメだ、レッツがいたら勝てない。はい、引き分けと、三角と×ということでちょっと負けが確定しちゃいましたね。そうか、いやー、これでちょっと優勝なくなったかっていう感じですが、いや、ここさえ乗り切ればもしかしたらと思ってたんだけど、残念だね。ちょっと消化試合になっちゃうけど最後やりましょう。さあ、ドイルが早速落ちる。あ、でもレッツさん落としたのでかいね。やっぱね、レッツはね火力があるからね、落とせないとまずいんだよ、こっちからしても。ただ耐久は弱いから、とりあえず攻撃さえ当たれば落とせちゃうよぐらいの感じなので。あ、今回勝ちそうじゃない。あ、これ勝つでしょ。ほいほいほい、いけるいける。1回ぐらい勝たないと丸×三角だな
あ、でもこれは勝ったね、マジで。千春だけなら何もできない。回復しかしないから。さあ、オッケー、オッケー、オッケー。はい、完璧。いやー、これをもうちょっと早く見たかったー。はい、ということでね、丸×三角。相手がね、丸〇×なので、負けてしまいましたね。いや、でもなかなかいい勝負をしたんじゃないかなと。いうことでね、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。